おお、気持ちいい。あー、いいね。眠くなっちゃうくらい気持ちいいね、これ。ふう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 。皆さんこんにちは、ドリフトアイスライダーです。さあ、ただいま北見駅ですねなんかすげえ新しくなってっから、なんか変な感じするんだけど、よし行こうかお、調子いいね。はい、ということで大丈夫ね、来てないね。よし、行きましょう。こっから普通に出るのかな。あ、出るんだな。よし、はい、ということでですね、ドリフトアイスライダーでございます。で、今日は4月の10、あ、違う、10じゃないわ、24かな、24木曜日だね。あ、木曜日じゃねえや、水曜日だわもうめちゃくちゃだな水曜日でございます。まあ相変わらず、前回の動画と同じく水曜日、週のど真ん中、平日、もちろん仕事ありという私ではあるんですけど、今日ですね、おー、ナイスライダー今日はですね、私ちょっと用事がありまして、まあまあまあ今その用事を足す前にね、ちょっと空いてる時間を使って乗ってるんですけど、まあ時間帯がお昼ぐらいの時間帯で、でまあお昼ご飯ちょっと食べたいなと思ってたんですけど、まああんまね、こんな市内雑談ライディングとかっていうのはね、今年入ってから1本2本と、これが3本目になるのかな、なるんですけど、まあまあこれ喋ることっちゅうのがね、まあいろいろと、まあしゃべ、いざ喋り始めてしまえばね、止めどなく喋っちゃうのが私なんですけど、まあ、今日はねせっかくなんで、まあショートバージョンということでね、お昼ご飯を食べに行ってみようというね感じで行こうかなと。で、まあお昼ご飯何食べようかなって、実はちょっと駅前でね、今日ちょっとスタートしてみようってなんとなく思って、いや初めては見たんですけど、その時にね何食べようかなってちょっと考えてたんですけど、まあライダーさんであればね、まあまあ大体の方は好きでしょうというね、まあラーメンでも食べに行こうかなと思ってるわけなんですよ。あったけえなおい。そうでね、まあ、今日はね、その、まあ、ラーメン食べに行くって言っても、気温がね、25度か6度ぐらいまで行くっていうんで、まあ、ちょっとね、ラーメン食べるには暑いかもしれないんだけど、まあ、それでも食べたくなるっていうのがやっぱライダーの性分。まあ単純にラーメン好きっていうのもあるんだけどね、私がね。はい。なんでね、ちょっとラーメン食べに行こうかなと思ってて、で、行こうと思ってるのがね、味のライライケンさんっていうね、ラーメン屋さんがあと最近、私個人的に、まあ、いろんなラーメン好きなんですけど、なんとなくそこを食べたいなって思ってたんですよ。はい。で、そこにね、ちょっと行きたいなと思うんですけど、ちょ、まあ、問題というかね、気になるとこがあるわけですよ、私。あ、で、ここね、北見駅出てから、こっちです。ちょっと斜めにね、左に入ってきます。よいしょー。で、左車線なくなっちゃいますから、このまま右行っておきましょう。基本キープレフトで私乗りますけど、左車線どうせなくなりますからね。はい。で、そう、ちょっとね、気になる、こう、懸念されることっていうのがあって、ちょっと不定休なんですよね。その、ライライケンさんはね。なもんでね、まあ、お店を営んでるのが、その、おじちゃん、おばちゃんのお二人でやってるんでね、まあ、いろいろとあるんでしょう。はい。で、不定休なもんで、こう、いざ行ってみて、まあ、そんな遠くないんですぐなんですけど、行ってみて、やってないということであれば、もうそれもバッドエンディングですね。今日はもうそこで終わりです。ちょっと行ってみないとね、これからわかんないんですよ。で、営業時間もね、ちょっと特殊でして、お昼しかやってないんですよね。何時だったかな ?11 時半とか、11時とか、それぐらいから、お昼ね、2時半だったかな、うん、そう、3時まで行かなかったと思う。2時半ぐらいまで。でね、終わりなんですよ。そう。なんでね、本当しかもね、日曜日とか やってないんだよね。土曜日はやってたかな。そう。で、日曜日やってなくて、平日と土曜日で、しかも、そのお昼の限られた3時間、4時間ぐらいしかやってないっていうね、お店なんですけど、
昔からね、でも北見の中でもね、あるみたいで、そうそう、で、美味しい、美味しくないとかはね、別にその、人の、それぞれの好みですから、私は何とも言いません。ただ、食べに行くってことは好きだってことで、だけであって、まあ、じゃあ、好きってことは、やっぱ美味しいから好きだっていうね、うん、それはあくまで私個人の味覚の問題ですから、そう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 、まあ、誰もが美味しいって言うかどうかはわからないと。まあ、そりゃそうだよね、うん。はあ、ただね、なんだろうな、私結構ね、辛いものとか好きなんですよ。ピリ辛ラーメンでも、例えばピリ辛のなんか味噌ラーメンとか、そういうね、ちょっと辛いの好きなもので、そう、そこはね、なんかピリ辛、私食べたいなと思ってるのは、ピリ辛のネギ塩ラーメンってやつかな。そう、塩でちょっとピリ辛だよっていう。あ、で、ここね、橋渡って、向かう側を渡ってから、右曲がりやす。あ、ちゃ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 。よいしょ。そう、そうなんです。なもんで、まあ、塩でね、そのピリッと辛いよっていうのもね、まあ、味噌ラーメンとかだとよく聞くっちゃ聞く話だと思うんですけど、塩でピリッと辛い。しかも、ピリッと辛いっていう割には意外と汗ばむぐらい辛いっていうね。そう。で、なんかね、食べた感じがね、ちょっとお魚っぽい、っていうのかな、魚介っていうのかな、そう、そういう風味がね少しあるんですよ。そうで、まあ、それがね美味しいんだよね。なんかね美味しいんですよ。私は好きなんですよね。どうしましたか。横通ってきますよ。はい、という感じでね、まあ、もう工程の半分ぐらいもう来ちゃってるんで、あとちょっとですよ。私一回も動画も止めてないっていうね。そう、止めてもいいんだけどさ。で、まあ、一応今日食べて、まあ、暖かいんで、まあ、ちょ風はね、すげえ、まあ、多分音今ボーボー言ってると思うんですけど、強いんでね、ちょっとあれなんですけど、まあ、寒くはないと、うん、全然寒くない、暖かい、うん、そう、気持ちいいわけですよ。なんで、まあ、食べて軽く流してね、今日は終わろうかなと思ってるんですけど、でね、このままこの道をね、行くと、北見で今だとね、もう唯一になっちゃったのかな、自動車学校ね、野付牛自動車学校っていうのがね、ここにあるんですけど、あー、来ました来ました、この交差点ですね。ここをまっすぐ行きます。お、一応道道943号線って書いてあるのかな、うん、工業団地方面って書いてるね。そっちへ向かってね、行きますんでね。よし、停止と。おほほ、やってるね、教習気持ちいいね、楽しいよ、ラバイクはね。はい、という感じで、今ね、早速やってましたね。ライダーさんになろうと、免許を取得しようと、教習受けてる方がいらっしゃいました。いいですね。たくさんライダーさんが増えて楽しいライディングライフをね、送ってもらえるっていうのは、やっぱり乗ってる側としてもね、嬉しいですね。はい、という感じでずっとね、このまま行くんですけど、もうすぐ近くです。はい。バーっと行くと、ちょっとね、GoPro はね、遠いのがちっちゃく見えちゃうんでね、見にくいですけど、多分もう、ちょっとかな、今、赤信号が前にあるんですけど、あそこ近くですね。あちゃちゃちゃ。お、どうだい？やってる？そうそうそう、やってるかどうかなんですよ、問題は。マジでやってるかったら、バッドエンドっていうのがね、この信号越えたとこ左手にありますから。よいしょよいしょよいしょ。いや、こっち緊張するな。ラーメン屋さんがやってるかやってないかっていうだけで緊張しちゃうな、これ。大丈夫かな？やってなかったら本当ね、終わりだからね。ああ、やってねえや、つって。どうしよう、つって終わっちゃうから。よし、青になったぞ。やっててくれよ。頼むぞ。私、食べたいんだ、久々に。あ、見えてきた、見えてきた。ここ、ここ、ここ。あ、やってる？あ、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 やっ、ん、なんだこれ、車止まってっけど、あ、やってないね。やってませんでした。はい、ということで今日はこの辺で終わりになりますね。マジか、マジなのか、あれおかしいね。今ね、時間がね、12時半ぐらいになったかな。そうで、まあ、平日特に。そう、休みでもなんでもない、まあ、不定休だからこれは分かんないんだけど、別に休みですよって言ってる曜日じゃないんだよね。やってなかったな、マジか。運が悪いっちゅうのか、なんちゅうのか。まあ、とりあえずこれ、あれだね、ここ右行って国道出ようか。
お腹減っちゃったなぁ。どうしよう。困ったなぁ。じゃあ第2弾行ってみる。このままの流れで。せっかくここできしなぁ。どうしようかなぁ。あと何食べようかなぁ。そうだなぁ。いや、気分的にそのピリ辛のね、ラーメンを食べたいなみたいな、そういう気分にもうお腹がね、なっちゃってんだよね。で、ピリ辛のものってじゃあどこで食えるんだって話だよね。そうなるとね。ちょっとね、ピリ辛のが食べたいわけですよ、私。そうだなぁ。じゃあね、国道でしょ？ピリ辛。国道でピリ辛。おい、どういうことよ。おかしいな。わあ、気持ちいいね。天気いいぞ。あ、いいね。農家さんも玉ねぎの苗植え始めてるんだな。いやー、これ困っちゃったな。まさかのね、やってないっていうオチだよ。どっかあったかな。あと、なんかそう、ちょっとピリッと辛いの食べたいんだよな。はい、ということでですね、国道とりあえず今走ってるんですけど、まあね、考えてましたよ、いろいろと。いや、さっきまで、その、ピリ辛ラーメンを、なんつってね、こう頭の中も、お腹もピリ辛ラーメンで、って、こう、言ってたんだけど、なんかね、お腹減ってきちゃってさ、考えてたらいろいろとね、なんでもいいかな、みたいなね、飲まってきちゃったんだよね。だから、とりあえず走って、まあ、私が、いや、行ったことないとこ行くのもいいんだけど、好きなところはね、行ってみようかな、と。思います。まあ、特にこれはもう、こうなったらもうラーメンに限らずね。とりあえず食べることが大事ですから。もう食べなきゃ死にますから。人間はね。うん。そうそう。まあ、別にそんな何日も飯食ってないわけじゃないんだけども。まあ、ということでね、まあ、ラーメン限らず、ちょっとね、とりあえず、食べたいと思えたものをね、食べようかなと。でね、そこで一つね、私思ったのが、喫茶店。そう。よくこう、元ブログとか見てると、こう、ライダーズカフェに行ってきたとかね、よくあると思うんですけど、もうライダーズカフェなんてもんじゃないです。ただ単に好きな喫茶店ってだけです。そう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 。私そんなこじゃれた、てか北見にライダーズカフェなんか多分ないよね。単純にね、ライダーが集まってるってだけっていうのはあるかもしれんけど、はっきりライダーズカフェですなんて言ってるとこはないんじゃないかな。お、今かっこいいね。なんだあれ。川崎の、なんだっけ、何900だっけぽかったな。何900って適当すぎるわな。そうそうそう。まあ、とりあえず、今この39号で戻ってます。北見駅方向に。はい。で、北見駅方向戻って、こっちから行くと、駅をちょっと過ぎたところをね、左の方に行くと、北見神社って大きい、北見の、ね、北見で一番でかいのかな、うん、北見神社っていう神社が左側にね、で、見えるか見えないか微妙なとこなんですけど、そこのね、近くにある喫茶店ですね。フォーシーズンっていう、私好きなんですけど、なんか、何回も行ってるんですけどね、そこのね、鉄板ナポリタンが好きなんですよ、熱々の。うん。そう、パチパチパチって言いながらね、こう、熱々のナポリタンがね、出てくるんですよ。しかも意外とね、見た目よりね、ボリュームがあってね、お腹が膨れるんですよ。で、それ食べて、食後にコーヒーいただいてね。うん。で、ちょっと漫画でも読みながらね、まったりしてやろうかなと、ちょっと思ってますよ。はい。ということで、本日の出発点、北見駅、戻ってまいりました。お、何だったんだよ。まさかやってないと思わなかったな。まあ、ということで、もうちょっとでね、左に曲がっていく感じなんですけど、そこね、いや、まあ、大丈夫だと思うんだけどさ、こう、いくらなんでもね、そこも一応ね、不定休なんですよ。若干不安な響きなんだけど、もはや、不定休っていうのがね、まあ、やってるとは思うんだけども、いくらなんでもね、そう、ここ信号止まって、次の信号を左に曲がったらね、坂道になってるんですけど、そこの、登ってる途中右手にございます。なので、もう本当目の前、もうあとちょっとですね。うん。はい、ここ左曲がります。あーった、パトカーにカブさん、いいですな。気
気持ちいいですね。お、どうですか、ここです、ここです。この信号、ちょうど今なんかトラック止まってますけど、運送屋さんのこの右手、ここなんですけど、激混みじゃないのこれ、行けっかな。バイク、これね、車で来ると止められなかったりするんですよ、ここ。ここなんですけど、この右側止めさせてもらおうか。入れんだろ、いくらなんでも。別に満席ってことないよね。でもやってるやってる。よかったよかった。よーし。ここ止めさせてもらって、ビシッと。お気に入りのね、フォーシーズンさんでございます。じゃあ、早速、食べに行きましょう。はい、ということでですね、こちらフォーシーズンさん行ってナポリタン食べてきました。食後にねアイスコーヒーいただいて、いや美味しかった、お腹いっぱいということで、まあ、とりあえずね、お昼ご飯食べましたので、ここからはまったりとね流して、今日はね終了としましょう。柴犬だ、かわいいさあどうしようかな、とりあえず適当に左の方にでも行こうかな。よいしょ、また信号かいやーよかったよかった。最初ねちょっとまさかのね、ライライクエさん今日はね、お休みということでしたので、まあ、いきなり出花をくじかれる形になりましたけど、まあ、無事に、まあ、食べたいところ行ってね食べましたんで、いやーよかったよかった。どうなることかと思って、これでもしね、フォーシーズンさんの方もねやってないよって今日ねなったら、もうつい日頃の行いが悪いのかなとつくづく思わされる、そんな事態になりかねない感じでしたけども、いやいやよかったよかった。あーお腹いっぱいということで、まあね今日はこんな感じで終了しましょうか。うわ気持ちいいな、最高じゃないか、おい。ふぅ。多分国道とかこうやって走ってればね、どっかまたライダーさんにすれ違ったりもね、しそうな気もするんだけど、まあ適当に走って帰ろうかな、今日はね。まあちょっと今日用事があるということで、乗りましたけど、まあまたね、用事をね、これから済まさねばいけませんので、ちょっとね、遠くには行けませんでしたが、まあまたこういう感じで、そのライライケンさんのね、私食べたいなーってね、思ってた、そのピリ辛ネギ塩ラーメンっていうのもね、まあまたこんな感じでタイミング合えばね、走って食べに行きたいなと思っておりますので、よいしょ、ここね、三福さん。そう、ここもね、北見では有名なんですよ、三福さんっていうお店、今、左側にありましたけど、あれは一応お蕎麦屋さんって感じなのかな、うん、お蕎麦屋さんなんですけど、まあ大体の人がね、あんかけ焼きそばを頼むというお店でして、で、まあ、三福さん北見にね、ここ以外にもまだあるんですけど、あんかけ焼きそばがね、有名なんですよね。すっごい美味しいってことでね。そうそう。まあ私も何回もね、食べてますけど、まあ愛も体でやっぱ量は多いんですよ。量がね、すごくてね、大盛りにしようもんならね、ちょっとやばいんですよね。そう。不思議ですよね。お蕎麦屋さんなのにあんかけ焼きそばが大人気っていう。まあ、あんかけ焼きそばのね、もちろん麺はあれですからね、こう、お蕎麦の 和食で出るそのお蕎麦のお蕎麦じゃなくて、普通に中華麺の方の焼きそばですからね、ちゃんとね。そう、美味しくてね、有名なところなんですが、まあそこもそのうちね、行きたいなと思った時に行こうかなと思ってますんで、まあこんな感じかね、今日はね。はあ、ちょっとね、お腹いっぱいで今これあったかいからね、すごいね、ふわふわしてくるね、眠気だったりね、そういうので、ふわふわしてくるんだけど、まあ、こんな感じで終了しましょうか。はい。ということで、本日もね、最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。よろしければまた次回遊びにいらしていただければな、と思っております。それでは皆さん、またねー、ふぅふぅふぅ、バイバーイ、ふぅ。Bye-bye.